はい、皆さんどうもこんにちは、ティムと申します。本日もよろしくお願いいたします。はい、本日はね、久しぶりに香水を購入いたしまして、なんかね、急に無償にそういう庭のものが欲しいなと思い立ってですね、先日購入いたしました。まあそんな購入品の香水ご紹介をさせていただきたいのと、まあ今からね、クリスマスも近いですし、まあプレゼントにも向いてるんじゃないかなというようなものを一緒にご紹介させていただけたらいいかなと思いますので、最後までね、ご覧いただけたらなと思います。それで今回ね、買い物してるのはこちら、ボディショップさんで購入してるので、まあどなたでも多分お近くにもあると思うので簡単にお買い物いただけると思います。もちろんオンラインで購入いただくこともできるんですけど、やはり匂いのあるものなんで、手に取って実際匂いをね、嗅いでいただいて、好き嫌い判断していただいてご購入いただくのがいいと思うので、そういう意味では非常にお買い物していただきやすいと思いまして、今回ご紹介をさせていただこうと思います。はい、その香水の選び方なんですけど、まあ皆さんね、匂いで選ばれたりブランドで選ばれたり、選び方いろいろだと思うんですけれども、自分の場合はまあその洋服に合わせてこう常に変えてきてた形なんですよね。例えばイタリアものとかのきれいめな洋服着てるときは、いわゆるブランド品の香水ではなくって、香水専門店のものであったりとか、割とこう一般的に販売されてないようなブランドのものをなるべくチョイスして、他の方と匂いが被らないようにしたりとか、で逆に今はグッチなんかをすごくよく着るので、あえてそのグッチの分かりやすい香水をグッチ着るときはつけてみたり、以前だとエルメス着ていたときはエルメスに合わせてエルメスの香水つけたりとか、割とそういう分かりやすい選び方をするようにしております。なのでもちろんその匂いの好みもあるんですけど、それ以外にブランドチョイスっていうのもそんなような形でしてきました。それでこれなんで今ね、あえてボディショップかっていうのは特にこう理由はないんですけど、以前からそのボディショップで頻繁に買い物してたタイプではないんです。でたまたま先日イオンモールの方のボディショップさんに伺って、香水のコーナーを見たら、割とねこう種類がたくさんあって、その中にすごくこう、あ、いいなこれっていうのがあったので、今回購入したという形になりました。はい、それがこちらなんですけど、なんかこんな形の瓶に入っているものですね。こちらがちょっと商品情報を見ながらいきます。これ数量限定のブラックムスクナイトブルームオートトワレというものなんですけれども、容量は 60ml のものになりまして、価格が4620円。いや、それでね、この動画で匂いのことを伝えるのはすごく難しいんで、ちょっとここに書いてあるのそのまんまとりあえず簡単に読みます。想像力をかきたて周りの人を魅了するようなウォームスパイスムスクの香りのオードトワレとなってるんですけど、いや、これ聞いてもピンとくる方いないと思うし、ホームページ見ていただくと商品説明、まあ、ここに出しておきますけど、書いてあるんですけど、これで想像できる方って本当に香水詳しい方だと思うんです。自分もそうやってつけてきてるけど、その内容までなんて把握してないし、パッと嗅いだ時のフィーリングで選んできてるタイプなんで、やはり直接店舗で手に取っていただいて、つけていただいてね、選んでいただくのがいいのかなと思います。で、それでこの今回これ選んだ理由なんですけど、ボディショップさんに置いてある香水いくつか試させていただいて、で元々はすごくフルーティーで軽い匂いとかもすごく好きなんです。なんですけど、ご存知のように軽い香りってあまりこう長持ちしないんですよね。なのでどちらかというと、ここ数年選んできたものに関して言うと、割とこうちょっと重さのあるようなもので、匂いの変化が楽しめるようなものを意図的に選んでるんです。で、それがね、ちょうどこれ今回のやつがそんな形の匂いだなと感じたので選ばせていただきました。あと価格、この4620円っていう、まあ 60ml で、これね、詳しく調べてないんでどうかわからないんですけど、ボディショップさん自体はこのサイズだけだそうです。ただ他のさっき申し上げたグッチだとかハイブランド以外の香水メーカーの香水とか、ちょっと前に調べたら、以前自分が使ってたものでも2万円から3万円とか。なので今こんな状況下で、このクリスマスプレゼント自体もコストとかもやっぱり考えたいって方も実際多いと思うんです。ただ値段じゃなくって、やはりこう気持ちのこもったものを差し上げたいって思うと思いますし、まあそういう中でね、こう大切な方にこうご自身の好きな香りをプレゼントするとかっていうのもいいかなと思って、今回はお話をさせていただいてます。
それで、このシリーズで、ボディクリームとかいろいろ種類はあって、ただ、ハンドクリームとかがあればハンドクリーム欲しかったんですけど、残念ながらハンドクリームはないということなので、商品の種類なんかはその辺もオンラインをちょっとお調べいただきたいというところでございます。それと、今ちょうど、そのボディショップさん自体で、フェアやっていて、購入金額によって、こんな形で、定番のハンドクリームいただけたり、アプリ会員になると、このジェリーミストっていうね、こちら3000円ぐらいのものなんですけど、半額の1500円で買えたり、携帯用で持っても歩けるサイズで、化粧とかをした上からでも、補水できるという、化粧水美容液らしくて、まあこういったものちょっと、あまり使ったことがないんですけど、その男性でも使えるフェイスケアのものだったりとかっていうのはすごくたくさんあって、ちょっとあと気になったのが、この小筆があるんですよね、クリスマスの。まあ、クリスマスなのかな、時期的なものだと思うんですけど、この数量限定らしいんですけど、これが 13,040 円で、フェイスケアのものが3種類セットになって、さらに、シートマスクがセットになっているものということで、3000ぐらいお得らしいんですよ。なので、今のシーズンだと、例えば女性の方が男性の方に、そのフェイスケアのこういう、用品差し上げるとかも結構いいのかなと。あの香りもすごい特殊な匂いがあったりとかっていう感じはしなかったんです。なので、なかなかその男性でフェイスケアされてる方って、まだまだその、今若い子とかはね、意外と抵抗ないのかもしれないんですけど、僕らぐらいの例えば40代とか50代とかになってくると、なかなかそういうことされてる方も少ないのかなと。ただやはり男性も、できるだけね、そういうことをした方がいいだろうと。個人的には思っていて、本当に簡単な薬局で売ってるようなね、安いパックしたりとか、そんなことはしてるんですけど、なかなかこうお金かけて自分自身もやったりしたことがなくって、ただ今回のこのコフで見て、あ、こういうのも結構いいかなと。まあクリスマスプレゼント、ちょっと悩まれてる方であれば、先ほどのね、この香水のシリーズ、これ他の香りも大体この4600円ぐらいでいろんな香りがありますし、ボディクリームとか、そういったものだと2000円台とか、あったりしますので、まあそういったものをちょっと差し上げてもいいんじゃないかなと思いました。はい。それとこれね、最後にちょっとお話をさせていただきたいのは、この香水なんですけど、自分自身昔からそう愛用してきてすごく気をつけてることは、つけすぎないこと。一応アパレル店員だったんで、ショップに行く時とかは、そのつけては行くんですけど、やはり、つけすぎないようには注意をしていました。要は自分自身でつけて、昼間ちょっと消えてしまう、ちょっと物足りないかなっていうぐらいの量でつけてるように意識してました。これなかなかどのぐらいっていうのは難しいと思うんですよね。匂いによって持つ持たないもあると思いますし、種類によってフルーティーな軽いものだとすぐ消えてしまうし、重めのものだと長く持つというものもあると思うんで、その辺も難しいとは思うんですけど、周りの方に不快な思いをさせてしまったら意味がないと思うんです。例えば先ほどのプレゼントで差し上げる大切な方であれば、お互いね、香水の匂いもいい香りだと思うし、もっと言ってしまうと、お互いの体臭ですら、嫌いなタバコの匂いですら、あまり気にならないという方も多いと思うんです。なんですけど、それが赤の他人となれば、もちろん嫌いなタバコの匂いも、体臭も、そして本来だったらいい香りのする香水ですら、やはりこう、あまりいい印象を持たれない、うわって思われてしまうほど、強くつけてしまうのは自身はどうかなと思ってます。まあ、最近はね、こうあんまりこう街中うろうろしてても、うわ、すごい香水強いなって方、まあ、そんなに感じることないんですけど、まあ、仕事柄いろんなとこに行って、たくさんのお客様とかがいらっしゃるとこに行くので、まあ、中にね、姿を感じなくても、もう匂いが近づいてくるのがわかるような、強い香水つけてらっしゃる方もいらっしゃるんで、もちろんそれも、いや自由じゃんかっていう方もいらっしゃると思うんです。もちろん、個人的には洋服も、そういう香水も、個々の自由だって思ってるんです。思ってるんですけど、ただ、香水に関しては、そんな形で周りの方にも影響があるって思うと、例えば職場につけていくとか、まあそういうのはちょっと考えた方がいいのかなって、個人的には思ったりしてます。なので、せっかくね、いい匂い、楽しみたい。もちろん自分自身が楽しむためにつけるっていうのもあると思うんです。なので、まあ、周りにせっかくつけてね、あまり悪い影響が与えないような使い方をしていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、
今回はね、初めてちょっと購入したこのボディショップさんの香水、ご紹介をさせていただきました。そう、個人的にはでもこれが一番いい匂いだと思ったんで、ぜひこれはちょっとね、で、試していただきたいなと思います。はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。